どうもこんにちは。さんまのイベント戦第9回ミリオンカップ予選 A 優勝賞金900万 MJ チップゴールド目指せ1位。前回超大トップ、これまで見たことないくらいの大トップ取って、そのいい流れを引き継ぎたい。またトーン一曲、おや、ドラは言いそう。まあ親なんで普通に手作ってリーチドラドラまでいければいいなぁと。一番欲しいのは3、まあ普通に先輩なればまず OK です。2万でもあんこにしちゃってください。先にウーピン引いてくるとすごく後々助かります。まあ小三元あっても小三元。この範囲に反応してコアする。まあイーシャンテン、いや食いたんも見ようか。あ、ごめんなさい、サンマなんで地位はないので、食いたんといってもまあいいや。ノンマなら食いたんの地位と言いたいとこですが、サンマなんでこの食いたんは結局面前手です。各茶どのように打ち回していくのか。まず親なんで張って連チャン狙いのタンヤオドライチ、これがもう100点満点です。各茶相手の出方を伺っているのか。サブローソーク、まあ、チーピン引いて連タンピンドライチ12000、これがベスト。ここでリーチ、ダイヤ4件の数値いそう。ここでトイメンからロンの声。トイメン、好スタートを切りました。トイメン、ジュンちゃん、まずは一歩リード。結構高い。リーチ、一発、ジュンちゃん、イーペイ、ドライチ。いや、痛い。なんだ、ちょっと後ろカメラ、投資いるかな、誰か。背中越しに後ろ見たんですが、特に投資の人が立っていて、私の手配を覗いて、サインを送っているみたいな。ジャンキーみたいなことはない。現在のトップはトイメンです。ここはトップからの直撃を狙いたいところです。練り牌が黒だったら、あ、ガンパイかなと。トイメン、インナミかなって言えますけど、インナミでもなさそうですね、顔を見ると。インナミはこんな金髪じゃない。トン一曲不発。トラはスーピン。リーチ、ドラドラ。難一曲の親。ここをターゲットに、ここを勝負どころに置いて、それまでにできれば点数稼ぐ。この範囲に反応、ここはスルー。よし、1、2。プレイヤー、これでリアンシャン点です。これは先ほど切った牌。ジャントーかぶりは痛いですね。ただ数値いそう。各茶どんな下茶、ここで泣いてきた。若干、段位戦より一曲戦みたいな攻撃的な打ち方になる気がします、これ。900万ゴールド、金に、目をドルマークにして、金に釣られた男たちが、あ、男たちでもないか。ジャンゴロたちが集まるんで、多少攻撃的な、一曲線っぽい打ち方になんかなってる気がする。一回ブレーキをかけなければ。まあ本一は見ます。まあ何くらい落とすか。チュンでも重なりゃ泣き本一かなと言えるんですが、そうでもなんない限りはあんまり勝負手ではないですね。チートイツ偶然貼ったらラッキーくらい。まあ、今のところ、少し想図の形が悪いんで、急走アンコみたいな、ペアンコみたいな、ここは防御だ、防御。守備だ。ここは攻めどこじゃない。まあ、当然、チューンなんか切らないですけど、お見事。これは早い上がりですね。チューン積もって3アンコドラ3。これはいい手作り。50分。
上の人がトンバを制してます。負けねえぞ、こっからだから。マージャンはこっからだから。勝負はここじゃないので、ここは点数を減らさず少しでも稼ぐ。普通に残クとか 5-2 みたいな上がりもよし。一番最悪なのが上が6000オールだ9000オールだで勝負ありみたいな、その展開が一番きついので、これ以上5万8000点の点数を増やさないっていう、もう最悪1000点の上がりみたいな。それでもまあちょっともったいないですけど、ありっちゃありです。超一通リーチ、一通ドライチ。ブースを引けばピンフもつく。リーチ、プレイヤーがリーチの現物、ローピンは残り2ロン。ただリーチドライチ裏乗って、ようやく、おうおうおう、すごい偶然、運がいい。よし、勝負の難一曲。おや、逆転するならここしかねえ。大谷鉄のセリフ、知ってる人は知ってる、知ってます。ここしかねえ。ただ相手の目がギラーンってか、好きだね。わかる人はわかる。ああ、あれねっていう。これはまあそう、ピンズを引いてきてほしい。親じゃなかったらもうトン抱えてチースを、パースを切って本一一直線ですなんて言えるんですけど、少し老朽層の連チャン狙いの1500とかも、ちょっと我慢しようか。ここはスルー、一回我慢してみます。よし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 、やっぱりなんだかんだで寄せるのかい、寄せんのかい。じゃあ最初からトン持っとけって話です。これでリアンシャン点です。下茶ドラカン、新ドラは吐く。右は勝負に出た。ここは私も勝負どころここしかないので、右からリーチ来ても降りれない。チュンはポン。逃げないとは言ったものの、この手格好からどう自分の、よし、ごといつ。ここはもう完全チートイシフト。本一チートイツ。イーシャンテン。うーわ。いけ。246。ピンズの246。246。ここはここでも仕掛けない。上がロンクラウ分にはいいですね。上がロンクラウと平たくなるんで、それはまああり。ただ、ツモって言われるのがきつい。うわぁ！プレイヤー、これは痛い！やってしまった。うまく打たれてしまいましたね。リーチ、ドラゴ、アネマン。シャボなんで、1時間考えてもこの街を読むっていうのは無理ですけど、まあペイは私自分で切ってたんで、一応相手を見て切ったつもりがこのざま。まあ現実的に2茶を狙う、2茶を見ながら、まあ、サンマなんで、アイマンみたいな手ができることもあるので、スーアンコウ、スッタンサンシャンテンです。スーアンコウ短期サンシャンテンだが、終了。いや、ちょっと引きずってる。ダメだ。全曲を引きずってる。完全に引きずってる。一回落ち着いて、リーチ、ペイ、ドラ、ドラ、ハセン。うん、やわれんちゃん。上からロン言う分には問題ない。ツモはダメ。チュン、ドライチ、ゴッドは合計、あ、1000オールは3000なんで、1500オールずつ。一気に天国から地獄にを突き落とされる、ハネマンジカ。親なので、あそこは降りるっていう選択肢はないですけど。2と8を抑えつつ、うまく4とペイを切ってた人はまあ
オナテンまでは行けた可能性あるんで。プレイヤー早くもリャンシャン点。いやここは2000点。ちょっと待って。ちょっと落ち着け。そんな急ぐなって。フラワーペイ。まあまあこんな牌抑えても。こんな9ピン抑えてももう手詰まりなんで切る。場を制する人物は一体誰なのか。これは先ほど切った牌。70まで最終形が全く見えない。ソーズの一通が綺麗にできたらまあちょっとは勝負手ですけど、最終形が全く見えん。アンジキュースか、この一局は。親がなんか、でも親が上がっても私凹むんで、上がロンと。上がロン食らってくれるのが一番いい。曲を進ませず、点数も減らないんで、上がロン食らえ。勝ったけど。いやいや、こんな点数、こんなリーチ上がったところでなんで、少しでも打点を高く、少しでも打点を高く、よし、このぐらいできたらまあまあいいか。これでリーチ、裏裏くらい期待で、よし、つも見事なつも上がりでした。裏お見事、よし、マンガンは3500。ニチャになる上がりなんで、これは意味がある上がりです。ルール見てませんけど、馬はおそらく60、30、あ、3馬なんだこれ。3馬なので、馬がよくわかんないですね。1位は60だと思いますが、ここはトップ、ちょっと待って、トップちょっと見たいな。何をすれば、チートイツドラさん、裏。リーチチートイツドラゴバイマン。これを上からドン。でトップ見えます。一曲線の成果をここで見せる時が来た。ここぞという一曲でバイマン3倍マンを上がるっていう、まあある意味一曲線は練習になるわけで。サンマだからができることですけど。リーチチートイツドラさんを張って。リーチ、チートイツ、ドラさん、ハネマン。まあ、裏2枚条件。裏で。バイマンを上からドン。ということで、上が切りそうな牌でなんとか待ちたいが。フルと三茶。ただ、押す。上はリーチかけたので、私が張れば、直取り、大いにある。パーピン重ねて急走リーチ。パーピン重ねて急走リーチで、上がもうリーチかけてるんで、今は振り点ですが、うーわ、ダマでロンできるのにリーチかけて、さらに点数上乗せしてきた。強い、強気、攻撃的、ポイント稼ぎ。イベント戦のポイント意識するならこういう打ち方は必須ですね。7万点トップ。2茶なんでマイナス 20.5。馬がいくつつくかです。マイナス 20.5。馬が。マイナス 20.5。19。ちょっとよく仕組みわからんですね。馬が19なわけないんで。まあ、この辺はルールをちゃんと見ないとダメですね。三茶うまく回避したっていうのは悪くはないんですが、難一局の、両ピン振り込み。こっちも勝負手なんで、まあ、勝負するのはいいんですけど、ペイ切るべきだったなと。ペイを切って、
感が冴えていなかったです。悔しい。また引き続き言っていきたいと思います。どうも、いつも3枚4枚見てくれてありがとうございます。感謝しております。また、1位を目指して900万ゴールドを目指せ。まあ、99.999% 無理と。分かっていますが、狙っていきたいと思います。ありがとうございました。